中にやっぱり観光で来てる外国人のお客さん多く見るね。何これ。お、なんか知ってる友達もおるし。おブチエイ。 Personally, I've always been a big fan of Japanese calligraphy.旅の雑誌には載ってないような本当にローカルなディープな広島の情報をですね、このアプリで紹介していたくて。実際に掲載している情報の収集っていうのは誰がやってるんですか。ですね、それは今広島市内で、ゲット広島さんっていう外国人向けの目線に立っていろいろ情報を発信されている方がいて、その方と協力してですね、その方に取材してもらって、外国人の目線の情報を今ここに入れてます。この三宅さんに入って日本語英語辞書を見て、このお好み焼きに指さして一緒一緒しか言えずに、あ、本当だ、もう広島に完全に特化したアプリ。こう自分がどのようなスタイルで旅したいですかってまずここで選んでます。すげえ。スタイルで選べるんですね。ここで自分でスタイルを選んでもらうと、この先にこのカテゴリーがショッピングであったり、観光サイトシーン、アクティビティ、ダイニングがあるんですけど、これがさっきの3つの個性によって並び方とか出てくるコンテンツが変わるようにしてます。なるほど、わかりやすい。ここ八丁堀店の周り何がある、うん、もう気になりますし、その地域周辺みたいな調べ方っていうのもできるんですか。できます。地図から行けばいいんです。地図もあるの。地図、ね、はい、地図が出るんですが、おー、広島マップ。そうですね。この後でここで自分がしたい、例えば、はい、食事したいってやればこの付近で僕らが検索します。おー、すげー、いい気になった。いっぱい、はい、めっちゃ店舗ありますね。実際にちょっとじゃあおすすめのお店聞いてみましょうか。どこがおすすめですか。おすすめの店、ですね、今近くで言うとですね、今ここに私たちがいるところなんですけど、ユー、そうですね、このユーのが僕らのいるところです、うん、ここがですね、モンさんっていう、もう広島で65年ぐらいされてるパン屋さんです、ね。パン屋さん、はい、超老舗のパン屋さんで、ちょっと地図に戻れば、僕はこの前店に行ったんですよ、ポーラーベア。ポーラーベア、ポーラーベアは、ジェラートの店です。美味しいですよ、ジェラート。ですね、この八丁堀の中ではとても、もともと外国人の方からとても有名で、ケバブが美味しいって有名で、ケバブ言ったらよだれ出てくるんやけど、ちょっとお腹空いてきたね、行ってみようか。近いし行こっか、はい、うん、あ、キッチンミノって書いてますね、ここ。二人にちょっとチャレンジ、チャレンジ、チャレンジ。おい、じゃあ広島弁講座を始めよう。ひつきもつき、標準語では仲がいい、いつも一緒、英語では Two peas in a pod。 もう一回言いましょう。二人はひつきもつきじゃね。あ、何のこと。
びっくりした。友達だね。夜もしっかり